おはようございます。やんちゃです。2021年11月14日の朝です。タイマー、はい、よし、はい、今8時なんですけど、いつもより収録時刻が早い。それはなぜかというと、朝から出かけないといけないからちょっと慌ただしいですね、今日はね。なんかすごい富士山が富士山の上になんかすごいキノコ雲みたいなのが出てる。あれは近くで見たらすごいことになってそうはい、そう、もう今日すみっこ暮らしの映画を見に行って、その足で散歩に行こうかなと思っていて、でなんだっけ、サイコに行くので、もともとなんだっけ、赤羽から西浦和まで歩いて武蔵野線で帰ってくるみたいなルートを想定してましたけど、隅っこ暮らしを見に行く予定がもともとあったので、それを組み込んで組み立て直すと、逆ルートにすべきだということが分かった。まず、なんだっけ、流山大鷹の森の映画館で見ようかなと思って。流山大鷹の森で見て、で、帰りは、まあ、みんな、おのおの帰ってもらって、では、散歩についてくる人はついてきてもらって、で、つくばエクスプレスで、南流山まで行って、南流山から武蔵野線で西浦和まで行って、西浦和から西湖を歩いて赤羽とかから帰ってくればいいんじゃないですか。逆ルート逆ルートで散歩をするという風にしようかなと思ってます。はい、ただまあそのためにはもう午前中に映画のタスクを完了させないといけないので、ちょっと早く出ないとあと土日はなんか撮影しないでまったりしてると、うかうかすると、あの家族が椅子を持って上がってきたりするんでまあ別にここにいる状態で収録してもいいんですけどね。いいんですけど、はい、あとでなんか映り込んできたりとかしてあとで編集したりするの結構面倒なので、はい。いやー、マジですごいな、あの富士山のキノコ雲。あとで写真撮っとくか。写真を撮る、富士写真、よいしょ。この収録が終わるまであの状態なのかな、ちゃんと分かんないけど、はい。じゃあ今日のキューブコーナーでもやるか喋りながらねやるキューブが昨日散々でしたねあんなにガタガタになることあるっていうぐらいガタガタでしたね。いや、でもそれは身についてない証拠喋っているぐらいでできなくなるっていうのは身についてないってことなんですよ。はい、だからちゃんと身につくようにやろうはい、ただまあなんかこの速度を上げていくみたいな取り組みをするんだとすると、今やってるもうこの手順は多分そのうち
捨てなきゃいけないんだろうなっていう気はしてきてます。はい、なんかねやっぱりそう難しい世界が広がってるんですよね、このスピードキューブの本当の意味でのスピードキューブの世界、その単に揃えるだけではなくて、その何速度を競う世界ね。そもそもこのルービックキューブそもそもこのルービックキューブって言いますけど、ルービックキューブは商標で、口数が少なくなってきた難しい商標で、商標を持ってるメーカー以外はルービックキューブって言っちゃいけないっていう有名な問題があるじゃないですか。でじゃあ代わりになんて言ってるかっていうと、なんかスピードキューブとかって言ってるみたいなんですよね。壊れたこのなんていうんですかね、難しい、このなんていうの、コーナーを揃える手順の時に喋ってると壊れがちということが分かっている。あ、揃っちゃった。はい。だから代わりにルービックキューブっていう名前の代わりにスピードキューブっていうぐらい、まあスピードのキューブなわけですよね。でどうやらなんか、まだ全然調べてないです。スピードアップ道にはまだ入門してないので、だいたいこれ、本当に喋りながらとかじゃなくて、集中して、揃えて、どれぐらいの時間かかるのかを測定してみたんですけど、だいたい、数回取って平均を取ると、1分20秒ぐらいですね。1分20秒ぐらいです今現在。はい、まあ、多分今使っている手順だと、まあ、よっぽど手を速くしたりとか、あと無駄な繰り返しを避けたりとかしても1分切れるかどうかっていうのが、うん、関の山っていう肌感覚はありますね。うん、なのでこれを半分にしたりとか、その30秒とか20秒みたいな世界に突入するためには新たな武器、新手順がきっと必要なんでしょう。でなんかまだ全然入門してないので詳細は見てないんですけど、その何テクニック紹介動画とかを垂れ流して用語だけでもなんか耳になじませておこうと思ってやってるんですけど、それで聞いたところによると40何手かある、40何手っていうかその40何手順あるみたいなんで、その40何手順を覚えていく旅になるのかなと思ってます。喋りながらやるのとスピードキューブとではなんかもう全然こ鍛える方向性が違う気がするこうマジで喋りながらやるの、喋りながらキューブをやるっていうのはまあなんか一つの芸になりそうな気がしますね、なんとなく。壊れたこれ普通にキューブできる人でも喋りながらできる人ってあんまりいない気がするので、はい、これはこれで一つの芸として極めていきたい気がしてきた壊れたあ、そうそう、なんか Pay it forward 用のキューブが届いたんで、まあ、一応紹介しますね。このRS3M
これ1500円ぐらいですね。これを3つ、はい。一応マグレブって書いてある。 ISO9001、 えらい中国語読めねえ。読めないけど漢字っていうのがいいですよね。雰囲気でちょっと何が書いてあるのか大体わかるっていう。いや、わかるか住所ぐらいだな、わかるの。よいしょ。はい、というわけでした。キューブのコーナー終わり。よいしょ。タイマーやったよね。あ、やってるわやったことすら忘れてた。なんかこうずっとキューブのコーナー終わり、終わりか、本当か。いや、もうちょっとだけ続くんじゃ適当なことをなんかずっとキューブを触ってると、あのハンターハンターのことを思い出すっていうか、ハンターハンターっていう漫画があって、まあバトル漫画なんですけど、まあ、その中に念能力っていう、あの超能力が出てきて、まあ人間には誰しもこう普通は目に見えないオーラパワー、オーラパワーオーラパワーがあってそのオーラを自在に操ることによって、こう超越的な能力を発言することができるみたいな、まあそういう概念があって、でなんかそのオーラを操るタイプによって6種類の超能力が使えますよっていう。でその6種類の中に具現化系能力者っていうのがいて、自分のオーラをなんか物に変える物理的に具現化させて、例えばなんだ、ルービックキューブを取り出すとか自分のオーラを固めてキューブにするみたいな、まあそういう具現化系能力っていうのがあって、まあ、その具現化系能力の技、何かを具現化させる、オーラを具現化させるっていう修行をするのに、こう実際出したいもののなんか理解を深めるために、こう24時間365日その物と触れ合うみたいなた、あの食べるとか一緒に寝るとか、なんかそういう修行のシーンが出てきて、なんかずっとキューブ触ってると、そのキューブの具現化系の修行をしてるのかなみたいな、よいしょ、気持ちになってくるなって思いましたっていう話でした。ダメだ、壊れたこのコーナーを揃える手順を喋りながらできるかどうかっていうのが今後の課題ですね。それができるようになると、もう完全にキューブながらトークができるようになるはず。はい、まあいいや、今度こそ終わりはい、あとなんだっけな、そうだ、なんかいや、ま、全然終わってない終わってないその喋りながらキューブをやると、そのキューブが、キューブの手順が乱れて崩れるっていうのはもちろんのこと、あの喋ってる内容の方も崩れてる可能性があるそれはキューブって崩れたら、あの見た目で、あ崩れた、いつもの手順と外れたっていうのが分かりますけど、喋ってることってもう喋ったそばからあの虚空に消えていくので、数秒前に喋ったことがなんか文法的とかなんか内容的に崩れてたとしても、後から
編集の時にならないと崩れてることを確認できないっていう問題があるんで、なかなかあのフィードバックを得るサイクルが長くなっちゃって、むしろ喋りの方が大変かもしれない。はい、次これです。これ言います。逆光はい、届きました。コミック版最新ハム問題集第4級アマチュア無線技師。あ、これ構成が菅谷満先生で、作画は熊野歩先生だってあ、そうなんだ。へえ。てっきり菅谷満先生が書いてるもんだと思ってた。まあ、これをぼちぼち読み始めてます。まあ漫画なんでざっと最初に読んでしまえばとは思ったんですけど、やっぱり内容をちゃんと、なんだろう、読み込みながら読もうとすると、たとえ漫画でもね、読む速度が遅くなりますね。なんかすごくて、導入が導入がなんかドライブをしてたら車が故障して、山の中じゃ電話もないよみたいな、どうしようって言って、そしたら別の車が通りかかって、お困りですかみたいなで、なんか麓の町に着いたら修理工場に連絡してもらえませんかとか頼んだら、まあいいですけどこっちの方が早いですよとか言って、急にトランシーバーを取り出して、なんか最寄りの無線局になんか修理工場を知ってる人がいたら助けてくれみたいな。あ、この導入はなかなかだよな。今携帯電話があるもんな、 JAF 呼べちゃうもんな、山の中ででも本当の山の中は携帯電話届きませんもんね。でもじゃあ携帯電話の電波が届かないようなところでも、車載トランシーバーとかで最寄りの基地局に通信できるもんなんでしょうか。まあ、そもそもの話として、こうハム無線局が待ち受けてる必要があるわけですよねそら、まあ、当時っていうか、これっていつ書かれたんだろう。うわー、すごい、初版1985年で、今この手に取ってるこれは2019年7月。すご、34年間も増刷されてんの、やばないこれあ、じゃあこれすごいな。第16版、内容はだからアップデートされてるんでしょうけど、多分この導入は変わらないでしょうから、当時はね、こうやってきっとなんか困った時に誰か助けてみたいなことを言えば待ち受けてる基地局があったんですかね。いや、面白いな。で、なんか面白いな、やらせてよみたいなダメダメ、資格が必要だよみたいな、いい導入ですねこれねよし、じゃあ資格の勉強するぜみたいな。でも難しいんでしょ。いや、5歳で試験に合格した子もいるよみたいな5歳すごいですね。いや、いいな。最初の方はやっぱりその無線工学の話ですね。
無線工学の話で周波数と波長についてとか、はい、基礎が分かったら CQ やラジオ雑誌を読んでくれってちょっと待って、 CQ ってなんだCQ とは、 CQ、 CQ って雑誌、 CQ 出版社、ああなるほど、トランジスタ技術とかの出版社なるほど、CQ ハムラジオっていう雑誌が、あーまだありますね。あ、これはちょっと買うか買うか、最新トランシーバー情報のカタログとかついてる、はあ、いいですね、うん、こういうやっぱ雑誌、新しい業界に足を踏み入れるときは雑誌から入るのはいいですよね。 CQ ってヨドバシで買えるかな、 CQ11 月号、トランジスタ技術しか売ってないそう、あー出てこないだけかな、ちょっと待って待って、正式名称、CQ ハムラジオ、ハムあ、ヨドバシでは取り扱いないですね、アマゾンは。 CQ ハム11月号、これか、これだな、送料無料じゃないなこれはあれだな、多分取り次ぎが使ってないんじゃない、これマーケットプレイスになってるもんな。ちょっと今日本屋で探してみるか、はい、ちょっとこういうのは本屋でも、取り次ぎが使ってないんだったら本屋にもないよなそれ実際この CQ 出版社のサイトにも、買うんだったらこの直販サイトで買ってくれって書いてあるな。せっかくだからバックナンバーを3号とか買うか、3号分ぐらい。あー、なるほどね。いやでもこういう雑誌が続いてることが偉いですよね。もうてっきりここには書いてあるけど廃刊しましたみたいなことになってるのかと思いましたよ、てっきり。じゃあ9、10、11月号を買おう、 そういいですね、やっぱ雑誌は。なんか初めてのアマチュア無線 Q&A 集とか書いてあるし、あれどこだ、あ、これか。ショッピングカートが使いにくいな。よいしょ。とりあえずカートに入れたから注文するのは後にしよう。はい。なるほどね。基礎的なことさえ知っていればラジオ雑誌を読もうと。送信機と受信機。空中線と電波の伝わり方、基礎知識と測定、まあこれがなんだっけ、電波工学、工学、よいしょ無線工学か無線工学と、で多分後半が法規なんですかね。法規についてほとんど書いてないなこの本。
放棄は放棄最後の10ページぐらいにギュッとまとまってるな。ひえー、アマチュア無線にも法律があるの？これ好き。ひえー、アマチュア無線にも法律があるの？声に出して読みたくなってしまった、つい。これなんかテンプレにしたいですね、なんかね。ひえー、まるまるにも法律があるの。ひえー、足立区にも法律があるのみたいな。あー、いいな。はい、まあちょっとこんな感じでね、ハムをやっていくぞ。あ、ハムやってんね。そう、やってんね、やってんねーな。ちょっとね、気が引けるんだよな、使うの。ね、あんまり良くないんですけどね、その年齢みたいなもので線を引くのは。なんですけど、なんか若者の言葉を勝手に拝借するみたいな。なんか本当心苦しいっていうか、なんかおじさんが使い始めたから使うのやめようとか言ってなんか去っていったらすごい寂しくないですか。ただまあある意味なんかそういうのって移り変わりなのでいいのかなという気もします。つまり若者が新しい言葉を作り出して一世を風靡した後、おじさんが使い始めて廃れていくっていう一連の流れがまああるとして、その新しい言葉が生まれるためには現在の言葉を古くしないといけないわけですよね。つまり古くする係、おじさんは古くする係。はい、新しい葉っぱが生えてきました。で、葉っぱが枯れて地面に落ちました。その葉っぱを食べて土にするバクテリア。そう、おじさんはバクテリアとしてエコシステムに組み込まれていると思えば、はい、やってんね。ダメだ。心理的ハードルが高い。いやでも、はい、頑張って使っていこう。やってんねーとやってんねーがある。ということも、はい、存じております。はい、そんなもんかな。やばい、ちょっと今日めっちゃ時間が足りてない。今日かなり間延びしてる気がする。はい、あ、そう、今日の MacBook Pro、 今日の MacBook Pro の感想なんですけど、タッチバーがない。あのタッチバーっていう、普通のパソコンはファンクションキーっていうのが F1、F12 までついてたりするじゃないですか。あれが MacBook Pro ってなくて、なんかディスプレイになってるんですよ、細長い。で、そこにそのコンテキストに応じていろんなボタンが表示される。で、設定によってはファンクションボタンも表示されるみたいな仕組みになってたんですけど、その機構が M1 Max の MacBook Pro からなくなっちゃったんですよね。なくなっちゃったんですよねっていう日が来るとは思わなかったですけど、ちょっと今までタッチバーありきの操作に慣れてきてたんで、ちょっと戸惑いがありますね。まあ、すぐ慣れるでしょうけど、本来のファンクションキーになってるんで。それが一つと、あと昨日なんだっけ、 MacBook Pro SD カードスロットあるのめちゃくちゃ便利っていう話をして、まあ、実際便利なんですけど、一つ問題があって、
USB-C ケーブルがちょうど刺さるんですよあの SD カードスロットにで、こう見ないで刺そうとした時にヘリをスーッと手で触って、あ、こう穴だなと思ったところにカッて刺そうとするわけですけど、手で触ってここかな穴はって言ってカッて刺すと、 SD カードスロットに USB-C ケーブルを刺してるみたいなことが多々起きていてちょうど幅が USB-C ケーブルのあの端子と同じ幅なので、これは有意識問題だな、寝ぼけてる時とか刺したつもりが SD カードスロットに刺してたわみたいなことになりかねないんで普段もしかしたら SD カードスロットを埋める蓋みたいなやつをしといた方がいいかもしれないという気がしてきましたね。はい、それが2つ目で、あとはファイナルカットプロ、あの映像編集するソフトがなんかクラッシュしますねそう、これファイナルカットプロだけじゃなくて、写真アプリとか写真を現像したり管理するソフトも超高速スクロールとかしてるとドゥンって言って落ちるドゥンとは言わないですけどちょっとこの辺まだなんか荒削りな部分あるのかなという気はしましたね。あと何かなファイナルファンタジー14のMac 版っていうのが一応あるんですよ。ゲームですね。で、ファイナルファンタジー14の Mac 版を起動してみたんですけど、なんか起動してから 2,3 分経ってメモリが足りませんとかってダイアログが出てきて、どのプロセスを終了しますかって言ってメモリをたくさん消費しているプロセスの一覧が出てくるんですけど、そのなんか一番上にファイナルファンタジー14180GB メモリ使用中って書いてあってそう、あの MacBook Pro に実装されてるメモリ 64GB なんで、あの実装されてるメモリをはるかに超えた量のメモリを消費していて、あの仮想メモリに食い込んでるんでしょうね。で、仮想メモリっていわゆる永続化ストレージをメモリーであるかのように使うみたいなやつですけど、 MacBook Pro の永続化ストレージは SSD なわけですから、 SSD をメモリーの代わりとして使ってるってことになるわけですけど、普通のメモリーってそのなんか常に電源が入っている状態でデータを高速に読み書きできるっていう媒体なわけじゃないですか。で、SSD は電源を切っても内容が失われないと、まあ、そういう違いがあるわけですけど、まあ、もちろん速度にも違いがあるわけですけど、 SSD ってその永続化できるっていうメリットはあるんですけど、その書き換え回数とかってなんかその障害書き換え回数みたいなものが決まってるっぽくて、読みはいいのかな、書きかな、書き換えをするたびに寿命が減っていくものだと認識しているので、あの仮想メモリーみたいなそのメモリーであるかのように SSD を使われてしまうと SSD の寿命がゴリゴリ削れていくんじゃないですかって、なんですごいヒヤッとしましたこんなことを続けていたらすぐに SSD が死んでしまうと思って、まあ、もともとファイナルファンタジー14のサポート対象にあの M1Mac 入ってないので、 M1Mac で起動する方が悪いと言われればそれまでなんですけど、はい、果たして今後パッチが来るのかどうか、これ仮に少し、まあ、パフォーマンス落ちたとしても動いてくれると、なんか出先とか旅行先で多少FF14 ができるっていうメリットが出てくるんで、今後対応してほしいなという気持ちはあります。そんなもんかな。ちょっと今日かなり長くなったから途中編集して切ろうかなんでこんな長くなってしまった、何で長くなったんだろう、なんかまあいっか日曜ワイドでした
そうそう、こんなのんびりしてる場合じゃないんだよな。そうそう、あのこの後あの映画館行かなきゃいけないんで、はあ、なんか疲れたな。じゃあ、はい、良い休日を。バイバイ。